日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は応援いつもありがとうございますについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイですね、801回目、よろしくお願いします。僕はいつも日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャストと言っています。僕が皆さんを応援している、頑張れ頑張れ日本語頑張れ。だけど実は皆さんの中にも、僕をいつもいつも応援してくれている人たちがいます。メッセージで、先生いつもありがとうございます、ね、これからもよろしくお願いします、そう言ってメッセージをくれる人、ね、そしてパトレオンやコフィ、ね、そういうあのプラットフォームを使って僕に、サポートをくれる、寄付をくれる、ドネーションをくれる、そういう人たち、そういう人たちがいつも僕を応援してくれています。少し前、多分2ヶ月ぐらい前かな、僕が皆さんに応援を頼みましたね。もしよかったら、ドネーションよろしくお願いします、そう言いました。実はそれからまあ結構多くの人があの新しく、僕のサポーターになってくれました。それは本当に嬉しいことです。僕はお金だけのためで、このポッドキャストを続けているわけではありません、ね、お金だけのためではありません。だけどやっぱり、まあお金があると毎日生活することができるから嬉しいですよね。だからもしまだ、パトレオンやコフィーを知らなくて、このポッドキャストを聞いている人がいたら、もしですよ、もしよかったらあの応援をよろしくお願いします。僕はこの話をいつもいつもしませんね。いつもいつもはしない。多分100回に1回ぐらいすると思います。今回801回目ですから、この話をすることにしました。また次回から、ね、次回からはいつものようにいろいろなトピックについて話すつもりです。だからもしよかったら、サポートよろしくお願いします。という話でした。今日はね、天気がいいですね。今日は天気がいいので、僕はこの後散歩に行ってきます。散歩に行って、そうですね、美味しいコーヒーでも飲みに行きますか。大好きなカフェがあるので、そこでコーヒーを飲みたいと思います。それでは、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。